アフリカ大陸。弱き者が捕食され、強き者が生き残る。それがこの弱肉強食のサバンナのルールである。そして動物たちは待っていた新たなる王を。トマキング。死ぬんだ僕はここで死ぬんだ。俺たちの巣からは逃げられないぜ、今日の晩飯くん。ダメだ、逃げられない。僕はもう終わ終わりじゃねえ。え、ああ、その程度でオイラが終わりなわけないだろう。オラオラオラ。ああ、何あれ。何やってんだ。サバンナにテレビ持ち込んでゲームやってんじゃねえ。タイヤリジージー、ごちそうさんでー。何言ってんの。てめえ、サバンナのルールを知らねえのか。サバンナのルール、オイラがルールだ。おいじおいじ。何こいつ。こいつ首はしてやがる。もしかして人間に飼われてたペットか。ああ、ペットごときが野生動物に逆らうんじゃねえ。なんだお前。仕方ない、現代社会に生きる家猫の恐ろしさを教えてやろうか。アルティメットネコパンチ。何この野生動物で見たことない攻撃。ふぅぅ。何これ。編集動画。インチキじゃねえか。っていうかサバンナで人間のもの堂々と使うな。やめろ、オイラのもの噛むな。うわっ、って、うわうわこっち来ないで。どこ行くんだ。つーか獲物に逃げられたとか。兄貴に怒られる。僕生きてる。奇跡だ。よかった、オイラのまたたび無事だった。自分の身よりおやつの心配。助けていただきありがとうございます。僕はインパラのインタと申します。オイラはタマ、日本から来た日本猫だ。日本。タマさんはどうしてその国からアフリカに。あ、食事に困らず命の危険もない。ペットなんて楽で幸せなのに、どうしてこんなところに。どうしてって、退屈だったから。それだけ。そう、オイラは日本の飼い猫だった。でもその縄張りはオイラにはちっぽけだった。ここはアフリカ。あ、食物連鎖の頂点に立つ王様は大きな猫。そう、ライオンなんです。猫が広大な大地の王様。ライオンはチームで狩りをします。マルチ対戦。そして一頭のオスと複数のメスでできたプライドという群れを作ります。ハーレム。タマ、タマが脱走した。オイラは衝動を抑えられぬまま、なんとか空港まで行き飛行機に飛び込んだ。ビーフはチキン。また旅。それから過酷な長い旅をして、アフリカは。そしてようやくたどり着いたはずやつ。アフリカは。それからいろいろあってアフリカに着いた。いろいろ。ここにはいろんな動物たちが群れでいるみてえだけど、なんでお前は一匹なんだ。待って。僕はどんくさくて、群れにいるとみんなの足を引っ張ってしまうので。それでぼっち決めてんのか。変ですよね、僕。お前、面白いやつだな。お、面白。さ、タマさんはこれからどうするつもりで。あ、さっきの巣穴いい感じだったし、とりあえずはそこをオイラの最初の縄張りにしようかな。悪いことは言いません。あそこだけは諦めてください。なんでだよ。あそこに住み着く連中には叶いません。え、
ン兄弟、ある日突然この一帯にやってきて、次々に草食動物を襲っている凶暴な連中です。リカオンはアフリカに住むイヌ科の肉食動物。チームで狩りをするリカオンの狩り成功率はサバンナでもトップクラスである。あの巣穴ももともと別の動物が暮らしていたところを奪ったんです。ほーん、つまりそいつらをぶっ倒したら縄張りが手に入るってことか。何言ってるんですか。タマさんみたいな小動物がサバンナの肉食動物に勝てるわけないじゃないですか。それは実は人間のものをこの袋に入れてきたんだ。名付けてタマ袋、オイラの秘密兵器。絶対ダメなネーミング。見つけたぜ。リカオンの三兄弟。え、兄貴、こいつらだ。弟たちが世話になったな。どうして僕たちを。俺たちは別名ハンティングドッグ。一度狙った獲物は地の果てまで逃がさない。リカオンはスタミナもすごく、獲物を求めて1日10キロ移動することもある。ゲーしつこいワンちゃんか。なあ、お前たちの巣俺にくれよ、ワンコお手。俺はな、猫ってのが大嫌いなんだよ。その舐め腐った態度、奴を思い出す。ダム、やっちまえ。